ちは。フロリダ最後の食べ歩きです、ジュピターにありますこちらですね。ちょっとシーフード系、フロリダ料理系だと思うんですけど、ちょっとランチ食べに来ます。行ってみよう。店内をねちょっとうろうろ、こうやって私観光客なんで気にせず撮ってますよ。へへ。あそこから入ってきたんですけど、夜になるとねこれ暖房だと思うんですよね。結構夜は冷えるんでいい感じですよね。おしゃれ、ハワイ島にはない感じでございます。なんかもう胃腸がね、日本人の胃腸は弱りに弱ってますけど、明日の朝も帰るんで、これ撮影してるのが7日の火曜日の今ランチなんですけど、明日の朝もう5時半ぐらいには空港に行く感じで、もう嬉しくてたまりません。ハワイ島に帰れる、イエーイ。メニューこんなですね。クラムチャウダー食べたいですね。あとねロブスター行きたいなと思ってます。どうしようかな。ディープフライド勘弁してください。ランチタイム始まってすぐに来たんでまだ全然空いてますね。そこら中にあんな感じで魚がかかってますね。シーフード屋さんっぽいですね。ニューイングランドクラムチャウダーが来ました。濃厚なんですよね、このすんごいめっちゃ濃厚な感じ。あとねこちらがクラムカシノ、カシノ、私ねカジノってずっと思ってたんですよ。あのギャンブルのカジノじゃなくカスイノなんですね。知らなかったです。なんかカロリーめっちゃ高そう。もうねどうぞ Go ahead。 いい加減にしろよって目で見られました。はい食べてください。どうやって食べんの。すっごいカロリー高そう。今朝ねドーナツ3つ食べたんでちょっと辛いんですけど、もう今日で最後なんで行きます。頑張って。イエス。これね美味しい。あのなんだろう、ベーコンとかあのスパイスが入ってて、あの何貝殻、これパクッと一口でいくの美味しいです。はい、和菓子のクラムカシーノだそうです。美味しい、うまうま。メインが来ました。夫さんのフィッシュラップだそうです。魚フライだ、フライですね。揚げちゃうんだやっぱり。あとベーコンとかトマトとかがいっぱい入ってて、なんかブリトー巻きみたいな感じ。はい、私はロブスターロールです。うまそう。あー幸せ。サイドはこちらのコールスローです。いただきます。私完食してもう持ってかれちゃいました。夫さんちょっと揚げてあったから辛いですね、揚げ物地獄で。私は我ながらいい選択だったかなと思ってございます。はい、はい、お会計の時間がやってきました。美味しかったけど、いやいやいや90ドルの味じゃないですね。個人的にはあのなんていうのかな、あのカニサラダじゃなくてあの熱々のロールの方が好きなんですけどね。はい、はい、というわけで、こちらはフロリダのジュピターというところですね。ちなみにアジア人一人も見かけません。最後のランチです。ごちそうさまでした。早くハワイ帰りたい。もう待ちきれません。というわけで皆様、最後までしょうもない動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次はハワイからの動画になりますように。ではでは。